地域の説明会に参加をして、その中でも、まあ、会計事務所であるのにいろいろ会計事務所としての仕事だけじゃない他 の、 その農業とかだったり人材コンサルタントであったりいろいろやってるのに興味を持ってこの会社を選びました。お客さんを第一に考える姿勢に憧れて、私もそういう姿勢で仕事をしたいと思ったからです。ホームページなどを見させていただいた際にはやっぱり会計事務所ということで固いイメージがあったんですが、皆さん気さくで優しい方ばかりなのでイメージがとても変わりまして、入社前とのギャップはあったんですけどとても楽しいです。毎朝と帰る時に全員の人と一人一人に挨拶をするのがとてもこう自分の中で入社してこう印象的だった出来事で、グループ会社でありながらこうグループの中でも全員の人とコミュニケーションが取りやすい環境だと思っています。人間関係はこれを言ってしまうと相手との関係がこじれてしまうんではないかっていう、そういう煩いなどもあまりなく、言うべきことはしっかりと言って議論をして深めて改善していくっていうことがしっかりとできるので、会社の雰囲気や人間関係はとてもいいと思いました。人間関係はつい先日までなかなか仕事が覚えられずにちょっと悩んでいたんですけど、その悩んでいるのを知ったなんか先輩方がお昼とかも一緒に食べてくれて、困っていることないみたいな感じでちょっと相談に乗ってくれたりして、すごいなんかとてもいいなんか人間関係だなって思いました。私は今やってる総務の仕事が楽しくてやりがいもあるので、今できる仕事を増やしていくことと、今後入社式とか創業祭とかの社内行事企画とかができたらいいなって思ってます。さまざまな事業ある中で中小企業のコンサルタントであったり、そういうのも面白そうだなって思いますし、農業に力を入れていくということで農業の方をどう会計事務所が運営していくのかなと気になって、まあ携わってみたいなって思います。新入社員の育成に関しては私は非常に満足していて、というのも研修がかなりしっかり研修期間を組んでもらっていて、加えて挑戦もさせていただけるというか、やってみてくれるという感じで、まあ、やらせていただいて、そのフォローはしっかり先輩社員の方々がやってくださるので、結構安心して自分の失敗が会社の失敗にならずに挑戦できる職場かなと思っています。研修の質というか自分で考えて行動するなどといった、そういった面ですごく身になるというかすごく成長できるような感じがします。ありがとうございました。